路線バスって何が来てる？ここに来てる路線バスって何があるかな。あ、一応桑名駅前まで出てるんですね。1時間に1本、ね、こんな感じで歩いたら1時間1本出てるんですね。だったり星見ヶ丘だったりね、通ってくるんで、まあ、ぶっちゃけほぼほぼ三岐鉄道の方と被ってますけどね。まあでも多分こっちの方が細かく止まるから。でもね、三岐鉄道も内道ゲージなんですっげえ細かく止まりますからね。どうなるだろう。電話かかったけど、どれやろう。多分そのまま電車に乗ってくと思うんで、セブンイレブンがここにできとって、で、ここら辺ね、今バーッと作ってますけど、ここに昔はスーパーがあったんですよね。北西スーパーってでかいスーパーと。で、ボーリング場とね、あとね、100均が入っててね、いろいろと入ってたね、結構使い方良かったんですけどね。あと弁当が250円と非常に安かった。もうベランボーに安かったんだよね。本当に。で、これ250円弁当ってのがね、他で売ってるようなね、250円の弁当と違ってね、もう本当にすごい量がね、がっつり入っとる。もう物量作戦もね、これでもかってぐらいのやつでしたからね。で、越えるとここに阿激温泉がありますよということでね。ここちょっと、ここね、確かレンタルタブがなかったかな。なんでね、すみません、タブとか持ってきとったらね、阿激温泉入ってもいいところなんですけど。いや、でもさすがに暑いかな。この暑さの中でね、露天風呂とか、今やっぱ日差しが出てくると暑いですよね。ということで、まあ、ここの、ね、温泉から、ですね、北西線から乗ってね、愛激温泉っていう手はね、ありますね。熊谷の方なんかに住んでる方だったら特にね。確かね、売ってるはずです。なんか、東院とか、東院町とか、あと、東院駅とか、西熊谷駅から、入線料が込みになっとる。ここの入線料と往復の、三岐鉄道の、料金が込みになっとってお得になりますよっていうようなね、プランのやつとかがあったりしますんで。ここは、和菓子とか売ってるんですね。山崎ストアね。電車来てるな。ちょうど電車来たとこなのかな。もうすぐ折り返しちゃうかな。ということで、ちょっとお客さんなんかも映ってますけど。さあ、これが、改めてね、阿激駅の説明をしていきましょう。ということでね、まあ、ここが三岐鉄道阿激駅。まあ、三岐鉄道北西線の阿激駅ってことですね。で、まあ、こんな感じで電車が止まってます。まあ、遠目からだったらね、ちょっとちっちゃい電車なのかなぐらいですけど。何を隠そう、本当にちっちゃいんですね、この電車。さっき H ゲージが映ってましたけど、本当 H ゲージと普通の電車の合いの子ぐらいのね、感じでね。なんか、可愛らしいラッピングもされてますんでね。ちょっと見ていきましょうかね。ね、近鉄、この辺りはね、タクシーは近鉄タクシーですしね。さあ、駅舎もね、後からまた新しく作りましたんでね、綺麗ですよね。よいしょ。後から作ったんだったよな、これ確か。そうでもなかったっけ。あ、こっちは改札がついてんだ。へえ。自販機なんかな。さあ。こっちは自販近鉄のやつみたいなのがあるんですね。で、まあ15時で何分発？15時1分は持てるよ。あ、すいません。いいですか。さあ、二郎線さっきなんかもある、こっちは。って言うとったら、もう発車するみたいなんで、パッと乗ってきましょう。あかん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 。いいや。ゆっくり行こう。そうだ。すいません。スタンプラリーのやつって、どちらに。あ、これ。半額
そちらです。あ、こっちですね。はい、わかりました。はい。スタンプはね。あ、持ってます。はい。はい、急いでくださいね。あ、もう次の電車にしますわ。ちょっとお迎え見てきますわ。うん。まだ時間どうせ余裕なんで。ちょっと上の方も見てきますわ、あげきの。これは34分ですので、ね。34分ね。あ、わかりました。うん。その後4時15分でございます。はい。あげきやな。よいしょ。あれ。あんまりうまくこといかんかったな。よいしょ。あ、あんま、はい、あのそれは分かってますでいいんですけど。はい、記念にはちょっと。そうですね。ちょっと失敗しちゃった。また来た時に、ね。はい。はい、ありがとうございます。なんか押し直すとちょっとずれたりすると。そうですよね。はい、どうも、おそらく。さあ、まあ見送っときましょう。あ、次の電車で行きましょう。ザ・釣りかけっととかさせながら、一体何のキャラクターなんでしょう。これか。あ、鉄道娘とコラボレーションなんか始めてたんですね。そうそうそう。へえ。あっちの方だけやって、あ、北西線の方だけでやってんだ。仙北と仙北高速鉄道となぜかコラボしたんですね。へえ。あ、なんて話をしとったらバスがやってきましたね。1時間に1本の。